京都競馬場三歳牝馬による最後の大レース、夏を経てその再起に磨きをかけた乙女たちが集いました。 G1 秋華賞いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のセキトバイースト、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。セキトバイースト好スタート、綺麗なスタートを切りました。先手を取ったのは予想通りセキトバイースト、さらにはタガノエルピーナ、12番ラバンタ、その後ろ先手を取ったのはセキトバイースト、ランスオブクイーン、それに続いています。その後ろからはクイーンズウォーク、その外からボンドガール、内からチェルビニア、外を通ってステレンボッシュ、ミアネーロ、そのうちに続いています。その外にアドマイアベル、その横にチルカーノ、内を通って黄金の空、これに続くのがオーエリート、しんがりからダビッドアイ、各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。前に戻りましょう。依然として15番セキトバイースト、この馬がペースを作っています。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない流れです。さあ先頭は依然として15番セキトバイースト、クリスマスパレード、これはいい手応えだ。間を挟んでタガノエルピーナ3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はクリスマスパレード、内からはセキトバイースト、4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭をかわしたステレンボッシュ、残り 200m、 ステレンボッシュ先頭、チェルビニア前を伺う、ステレンボッシュ1着、続いてチェルビニア、3番手にはクイーンズウォーク、ステレンボッシュ、見事このレースを制しました。スタートしました。アドマイアベル好スタート、ラバンタ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくラバンタ行きました。続いて前へ行くのはアドマイアベル、では前の方から先手を取ったのはランスオブクイーン、この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。内からクイーンズウォーク、並んで9番アドマイアベル、外を通ってラバンタ、すぐ隣にセキトバイースト、すぐ後ろにクリスマスパレード、少し開いてタガノエルピーナ、外にはボンドガール、内を通ってオーエリート、チェルビニア、この馬もこのグループ、ここにつけたのがステレンボッシュ、その横に黄金の空、その後ろにチルカーノ、ミアネーロ、そのうちに続いています。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として11番ランスオブクイーン、外を通ってセキトバイースト、間を挟んでクイーンズウォーク、3番手、後続も追い上げていきます。ランスオブクイーン先頭、その外からはセキトバイースト、さあいよいよ直線の攻防、ランスオブクイーン先頭、あと 200m、 2番手はクリスマスパレード、この手応えはどうか、ミアネーロ、差はほとんどない、ミアネーロ1着、2着にはどうやらクリスマスパレード、ミアネーロ、見事このレースを制しました。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、何が波乱に立つでしょうか。クリスマスパレード、前に行きそうです。ランスオブクイーン、それに続いています。さらにはセキトバイースト、4番タガノエルピーナ、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。先手を取ったのはクリスマスパレード、クイーンズウォーク、それに続きます。その隣にチェルビニア、その外にラバンタ、並んで14番ステレンボッシュ、内を通ってボンドガール、その後ろにミアネーロ、外を通って黄金の空、黄色の帽子アドマイアベル、その後ろ内からダビッドアイ、この位置にチルカーノ、最後方にオーエリート、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。では前の方から見てみましょう。一気に先頭に立ちました。15番セキトバイースト、先頭は依然としてセキトバイースト、2番手はクリスマスパレード、ステレンボッシュ、3番手、後続も追い上げていきます。セキトバイースト先頭、クリスマスパレード続いています。その隣からはチェルビニア、その外からはステレンボッシュ、先頭に立つのはチェルビニア、あと 200m、 ここで先頭変わってラバンタ、あと100、2番手はチェルビニア、先頭はラバンタ、ラバンタ、ラバンタ、1着、2着にはどうやらチェルビニア、3着はタガノエルピーナ、勝ったのはラバンタ、このレースを制したのはラバンタ。
タートしました。勢いよく飛び出したのはセキトバイースト。綺麗なスタートを切りました。予想通り先頭に立ったのはセキトバイースト、2番手はクイーンズウォーク、さらにはクリスマスパレード、4番タガノエルピーダ、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。セキトバイースト先手を取りました。その後ろにラバンタ並んで、11番ランスオブクイーン、外にはステレンボッシュ、その隣にアドマイアベル、すぐ隣にボンドガール、内を通ってチェルビニア、この位置にミアネーロ、その外から黄金の空、これに続くのがダビッドアイ、チルカーノ、この馬もこのグループ、しんがりからオーエリート、各馬鮮やかなターフを進んでいきます。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。では前の方から見てみましょう。依然として15番セキトバイースト、この馬がペースを作っています。前はセキトバイースト、さあセキトバイースト上がっていきました。クイーンズウォーク3番手、後続も追い上げていきます。セキトバイーストこのまま行けるでしょうか。間が空いてクリスマスパレード、離れてモンドガール、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。一番前にはクイーンズウォーク、残り 200m を通過してチェルビニア、抜け出す、差が開いていきます。チェルビニア1着、2着にクイーンズウォーク、勝ったのはチェルビニア、このレースを制したのはチェルビニア。スタートしました。セキトバイースト、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。先手を取ったのは予想通りセキトバイースト、さらにはクリスマスパレード、12番ラバンタ、その後ろセキトバイースト先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。ランスオブクイーン、それに続いています。内からはクイーンズウォーク、ボンドガール、それに続きます。内を通ってチェルビニア、黒の帽子ミアネーロ、その後ろ、その外から黄金の空、隣にはチルカーノ、外を通ってスペレンボッシュ、これに続いてダビッドアイ、外にはアドマイアベル、しんがりからオーエリート、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、13番クリスマスパレード、一気に先頭に立ちました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。その横にセキトバイースト、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として13番クリスマスパレード、外を通ってセキトバイースト、間を挟んでタガノエルピーダ、3番手後続集団も追い上げにかかります。クリスマスパレード先頭、離れてセキトバイースト、4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭変わってミアネーロ、200を切った、後続とは2馬身、このまま押し切るか。2番手はチェルビニア、ミアネーロ、ゴーリン、2着にチェルビニア、3着はボンドガール、勝ったのはミアネーロ、このレースを制したのはミアネーロ。スタートしました。セキトバイースト、これは好スタート、タガノエルピーダ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくタガノエルピーダ行きました。続いて前へ行くのはセキトバイースト、さらにはクリスマスパレード、11番ランスオブクイーン、その後ろ、先手を取ったのはタガノエルピーダ、そして大きく離れてクイーンズウォーク、この位置です。これに続くのがラバンタ、内からはチルカーノ、チェルビニア、そのうちに続いています。すぐ隣にミアネーロ、その外からアドマイアベル、隣には黄金の空、内を通ってダビッドアイ、その外にスペレンボッシュ、これに続いてボンドガール、最後方にオーエリート、各馬鮮やかなターフを進んでいきます。 1000m を通過しました。これは少々スローペースです。展開への影響はどうでしょうか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。さあ先頭は依然として4番タガノエルピーダ、タガノエルピーダ、後続を引き離していく。クリスマスパレード、いい足で伸びてきた、間を挟んでチルカーノ、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。タガノエルピーダ、このままいけるでしょうか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。クイーンズウォーク先頭、あと 200m、ここで先頭はランスオブクイーン、差が開いていきます。先頭はランスオブクイーン、ランスオブクイーン1着、2着にはどうやらクイーンズウォーク、勝ったのはランスオブクイーン、このレースを制したのはランスオブクイーン。スタートしました。セキトバイースト、これは好スタート、タガノエルピーダ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくタガノエルピーダ行きました。続いて前へ行くのはセキトバイースト、さらにはクリスマスパレード、12番ラバンタ、その後ろタガノエルピーダ先手を取りました。そして大きく離れてランスオブクイーン、この位置です。ボンドガール、この馬もこのグループ、クイーンズウォーク、
すぐ後ろ、その後ろにチェルビニア、その外にスペレンボッシュ、内からミアネーロ、外にはダビッドアイ、内を通ってオーエリート、外を通って黄金の空、ここにアドマイアベル、その後ろにチルカーノ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。前の方からもう一度見ていきましょう。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として4番タガノエルピーナ、まだ粘っています。セキトバイースのほとんど差がありません。間を挟んでモンドガール3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はセキトバイースト、セキトバイースト先頭です。残り 200m を通過して、先頭は変わってチェルビニア、クイーンズウォーク抜け出す、チェルビニア食い下がる、クイーンズウォーク、クイーンズウォーク勝ちました。2着にチェルビニア、3着にステレンボッシュ、勝ったのはクイーンズウォーク、このレースを制したのはクイーンズウォーク。